始めたばかりなんですが現行は人それぞれ合う高さを探した方がいいのでしょうかそうね現行もう正解がないよね現行もあのローアクションセッティング派とハイアクションセッティング派っていうのがあってローアクションセッティング派って言われるのが現行低めの人たちだこれもねベプロのベーシストであの二派閥が分かれるのね原稿低い派 のの人人と原稿高い派の人で分かれちゃうで俺はどっちかというと原稿高い派にあの属するかな。結構高め。だから他のベーシストに比かしたりするとちょっと高いって言われるかな。で、原稿低めの人はどっちかというとローアクションセッティング派って言ってねあの、原稿低めでコンプよく使う人が多いかな。プロの人でも。あの原稿低めにしてコンプで持ち上げるような。 音,の音作りのセッティングする方が多いかなで俺は結構コンプとかあんまりあのコンパクトエフェクターでは使わないからどっちかというともこの弦の振れ幅でこう縦振動でブンって鳴らしたいタイプボトムで鳴らしたい感じでこういうブンっていう音は。 原稿ある程度高さをがないと縦振動がな、ね、の成分が出ないからあれだよねだから強く引いたら強く弾いたらブッってなるし弱く引いたら弱く引い,いたら弱くなるしだからダイ,あのダイナミクスというかこの音のレンジのレンジというか。 強弱の幅は広いよね。原稿高めの人が。高めの人の方が広く保、できるよね。で、原稿低めの人は、最近の傾向だと、やっぱり、コンプとか使う人多いかな。俺はあんまり、昔使ってたけどだから昔俺、原稿低めで、コンプレッサー使ってやってた。けど、やっぱりね、あの、昔の人とか、 このダイナミクスがすごい広い人の,ベースの偉人のベーシストとか世界的なプレイヤーとかを近くで見た時にやっぱ俺どっちかというとそっちハイアクションセッティング派なのかなっていう好みが分かれちゃうかなポテトもちさんねこれはねもうちょっとね10人トイロで賛否両論でねどっちが正しいかはもう自分で決めてくださいって感じかな正解がないね だから、現行高い派と低い派でね、こう、派閥が分かれてね、討論すると喧嘩になると思うよ <laughs>。弦の巻数ってどのぐらいがベストですか弦の巻数、あ、ここの巻数のことね。まあ2、2、から3じゃないかな。2.5とか2ぐらいかな、ここの巻数。あ、2ぐらいがいいのかな。で、巻数3ぐらいにすると、この巻数で結構、テンション稼げたりするから、もうちょっとテンション強めの人が好きだったら3、3ぐらいの巻数がいいんじゃないかな。 このペグのところのね巻き数ね初心者におすすめの原稿とかないですよね初心者におすすめの原稿かうん好きな音色だよねどういう音が好きかだよねでも最初は低めでいいんじゃないかなちょっと指がきついしね原稿低めの方が弾きやすくてで徐々にちょっと自分の好みのに。 していいくといいと思う。だから最初低めでいいと思うよ。獣フレンズ引いて。獣フレンズどうだっけ